さあ、もうこれ、もう、あれやってるんですか？あ、ちょっと今。動画の撮影ですね。告知動画。ちょっと僕、振るまで、ちょっとだけ黙っておいてもらっていいですか？はい。はい。いいですか？新宿二丁目、ゆうまーチャンネル、タレタレさあ、もう皆さん、いろいろと毎日ね、自粛といいますか、自宅での、いろいろと日々お過ごしいかがでしょうか。まあ私もですね、まあ家からいろいろ生配信をさせていただいたりとか、まあ佐藤ちゃんにいろいろ編集をしていただいて、動画アップしていただいたりとかやっておりますけれども、まあお店のスタッフで、まあピーヤモッチとか一生懸命ね、お店でも働きつつ、動画なんかも参加していただきまして、でまあそれぞれにこう、すごいファンも増えてきましたし、ちょっと今日は、まあ、みんなでいろいろお話ししながら見ていただいている方にご報告がございまして、今日はちょっとオンラインで、はい、あ、もう、繋がってますね。はい。繋がってます。大丈夫ですか？もっち、ピーヤン、佐藤ちゃん。はい。はい。はい。ピーヤン、生きてますね。ね、大丈夫ですか？元気？はい。元気です。あ、もっちもよかった。佐藤ちゃんも大丈夫ね。はい。はい。それでね、今日はちょっと、皆さんにご報告というか、いろいろ私たちで考えつつ、ありましてね。はい。ちょっとまあ、はい、ゆうまチャンネルで生配信をいろいろさせていただいてますよね。はいはい。はい。それで、まあ、そちらでもすごい楽しんでいただいてるんですけども。うんうん。まあ、私のチャンネルっていうのもありましてですね、お店の皆さんも出ていただいて。まあ、ここに、さっきも言いました、モッチーピーアンとかファンもつきつつ、ありがたい話ね。ありがたいですね、本当に。うん、だから、なんか、ファンの人たちも、もっとこう、それぞれのね、人たちとの、こう、時間というか、私がいなくても、なんか、いなくても、そう、それぞれの自宅、やかましは自分で言ってんね、今。それぞれの自宅で、なんか、オンライン生配信ができたらいいんじゃないかな、ということでですね、はい、ちょっと佐藤ちゃん含め4人で考えました、はい、今回は改めてパニックハウスとしてのオンラインのツイキャスをさせていただきたいなと思います。イエーイ。はーい。だからね、みんなもちろん YouTube ゆうまチャンネルで告知というか、今日はこういうのこういうモッチーがピーヤンが喋りますよとかいう告知もさせていただいたりとか、はいはい、ここにツイキャスにまあ、行っていただいて、それぞれの時間を楽しんでいただけたらなと思うご報告でございます。 YouTube でも生配信するんですよね。あ、そう、引き続き、まあ、私は私で YouTube でも配信させていただきますし、時に、まあ、ツイキャスの方にもお邪魔させていただくかもしれませんけども、まあ、この若手2人も頑張っていただいてますんで、若い子たちの時間っていうのも取ってツイキャス、今結構ね、いろんな人利用してますから、あちらの方もちょっと幅広くやっていけたらいいなということで、皆さんによかったらご利用いただけたらなという次第でございます。佐藤ちゃん、いかがですか？いいと思います。なんか楽しみですよ。もうこれでようやく話せますね。どういうことなんか私がおったらダメみたいな言い方。いや、なかなかこうね、喋りにくかったじゃないですか。何も、はママのほら、ママがやってる時に、ママが開いたパソコン越しに、そういうことね。めちゃくちゃ時差にも来るし。ああ、そういうことね。そういうこと、そういうこと。なるほど。まあ、ね、普通に話せるの、嬉しいですね。なるほど、そういった意味でね。なんかやってたね。そうそう、やってたから。そういうことですよ。ピーヤンもたくさんね、コメント、動画あげたらいただくじゃないですか。はい。なんか、ピーヤンかわいいとか、ゆっくりお会いしたい、話してみたいとかね。はい、そういった方の声がまた個人的にやってたら届きやすくもなると思いますので、はい、ぜひとも。え、なんて、え、なんてこういうことがなかなか起こりにくくなるということですよ。なんて、もうええわ。とりあえず今日はツイキャスをちょっとやろうかなというご報告でございます。ね、まあ、お願いします。まあ、やったことある人も利用されてる方、あとこれから利用するという方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと佐藤ちゃん、はいはい、やり方というか、アカウントかなんか貼っとくんですかね。はい。概要欄に。概要欄に。
概要に入れる感じのやつですよね、はい、ツイキャスって。あれると思います。そのアカウント名ですね。アカウント名です、ね。ID があるんで、アットマークの。ほう。そうそう。それで、で、ツイキャスを、うん、まあ、アプリな、うん、インターネット開いてもらって、アカウント ID で調べてもらったら、その、パニックハウスの、うん。新宿二丁目ゲイバーパニックハウスっていう、ニックネームでやってます。うん、なるほど。パニックハウスという、はい、パニックハウスという名前の、そのアカウントのツイキャスですね。そうです、そうです。はい、なので、ID を、貼っておけば、それで検索できると思うので。うん。で、まあ、はい、いつやるっていうのは、私のこのゆうまチャンネルでのタイムラインとか、あと、まあ、それぞれのツイッターなんかでも告知させていただけたらなと思いますので、はいはい。よかった皆さん、ぜひともそちらツイキャス、パニックハウスのツイキャスの方にも遊びに来ていただけたらなと思います。ピーヤン。よろしくお願いします。はい、ピーちゃんいかがですか？はい。ピーちゃんいかが？はい。お願いします。なんかないの？何元気してんの？元気してんの？してますよ。何してるわけですか？毎日家。なんかゲームしてたとかしてたのさっき。家でゲームやってんの今。はい。まあ。何のゲームやってるんですか？なんだっけこれ、なんだっけ忘れちゃった。なんかアリンコを倒すゲームです。あんたアリンコ、なんなのそれ。あんたアリンコみたいだもんね。アリンコ以外にも出てくるの？アリンコだけ？え、アリンコだけ？アリンコとかキョモも出てくる。なんか可愛らしいねあなた。本当。さあ、ということでございまして、今回はですね、私たちパニックハウスのメンバーが、ツイキャスをちょっと始めようかな、ということで、告知させていただきました。まあ、引き続き YouTube の方動画アップ、あと生配信の方も、ゆうまチャンネルの方もやっていきますので、まあ、ここにちょっと会いたいなっていう時はですね、ぜひともツイキャスの方に会いに行っていただけたらな、と思います。もっちぴーやん、そして佐藤ちゃん。はいはい。引き続き、どうぞよろしく、お願いいたします。お願いします。では最後、もっち、もう見てらっしゃる方に一言、どうぞ。何、もう一回聞こえなかった。見てらっしゃる方に一言、どうぞ。はい、ツイキャスは、あれです。YouTube の生配信の時間とか、以外のいろんな時間でね、ぴーやんも僕もいるので、もう、朝から昼、晩、夜更け、いろんな時間帯でいろいろしたいと思うので、距離も近いって、ね、普段話せないようなこととかもたくさん話していけたら、すごく楽しいかなと思いますので、よろしくお願いします。お酒もたくさん飲みますので、みんなで元気に、ね、お家の中でも楽しく過ごしていきましょう。おイェイ。はい。ピーヤン。はい。見てらっしゃる方に、ピーヤン。一緒にお酒飲みましょう。なんかかわいらしいな、ほんと。飲もう。はい。ありがとうございます。さあ、佐藤ちゃんも、まあ、いろいろ新しい、ちょっとね、ツイキャスということで、私たち3人初めてなので、はい、なんかあったら、またご意見いただけたらなと思いますので、どうぞよろしく、お願いいたします、はい。はい。ということでございまして、以上、改めまして、再度、ツイキャスの方もよろしくお願いします、ということでございました。以上、新宿二丁目、ゆうまチャンネルでした。もちぴーやん、さとちゃんもありがとうね。ありがとうございます。はーい。またねー。はい、バイバーイ。バイバイ。バイバイ。